黒野駅は、岐阜県伊比郡大野町大技黒五5604番地に、あった名古屋鉄道伊比線と谷組線の駅である。ほのほのとした風情のある駅として、第一回の中部の駅100線に選定された。2005年4月1日をもって、廃駅となり、後地は2013年4月12日より、黒野駅、レールパークとして整備されている。当駅は、 北方方面から来た路線が谷組方面と伊比方面に分岐する駅であった。このうち北方から東駅までの区間と、東駅から谷組までの区間は1926年に同時に開通し、前者は美の電気軌道、後者は谷組鉄道の路線として建設された。二社は別会社であるものの、谷組鉄道は谷組方面へ向かう鉄道を建設するために、 美濃電気軌道が地域の有力者と共に設立した会社であり、谷組鉄道の路線は当初より美濃電気軌道から受電して営業していた。開業後間もなく、美濃電気軌道は谷組鉄道との相互直通運転が認められている。一方、残った東駅から伊比までの区間は2年後の1928年に美濃電気軌道の手により開業し、東駅は文岐駅となった。 なお、谷組鉄道は東駅と養老鉄道、高校部駅とを結ぶ、鉄道敷設免許を保有しており、同鉄道を経由して、大垣駅で商船と接続する計画であったが、伊比川の佳橋問題や関東大震災による景気の悪化、美の電への配慮などにより、未成に終わっている。その後美の電気軌道と谷組鉄道は相次いで、名古屋鉄道に吸収され、 同社の伊備線と谷組線となった。しかし21世紀に入って、すぐ2001年には谷組線と伊備線の当駅から伊備方面が廃止され、当駅は北方方面から来た路線の終着駅となる。またその残った区間も2005年に廃止され、当駅も廃駅となった。駅の跡地は町の観光拠点として整備が進められ、2013年には黒野駅、 レールパークが完成した。単式ホーム、島式ホーム各一面の二面三線。駅舎とホームの行き来には、構内の踏切を経由する必要があった。一番線から三番線まであり、駅舎側から3.2番線、一番線の順になっていた。谷組線が廃止される前は一番線から、本指方面、三番線の谷組よりから、谷組方面、中節よりから、 中節方面が発車し、2番線は中節方面から来た列車の降車用に使われていた。谷組線が廃止されてからは2番線のみが旅客の乗降に使用された。港内には車両基地があった。駅舎と島式ホームの間に車庫が併設され、検車区は伊備線運行のようや夜間対白場所として機能していた。駅舎の改札外に待合室が改札内に 男女共用の推薦式便所があった。谷組鉄道時代にはこの駅舎の2階に同社の本社が入居していた。乗り場廃駅となった後も伊備線の駅は線路も含めて廃止時の姿で残っていたが、当駅は2013年4月12日に黒野駅レールパークとして整備された。校内は島式ホームである2、3番線を残し整地され、 線路も2番線のみが保存された。また、駅舎も黒の駅ミュージアムとして改装された。イビビ線の備品などが展示されているほか、かつて駅舎と無室だった出札口や2階部分にも入ることができるようになった。運営は特定非営利活動法人黒ノによって行われている。開業から2016年夏までミュージアム1階ではパン屋が営業していたが、 2017年5月までに営業終了し休憩スペースのみとなった。その後、2017年11月15日より喫茶店が営業している。また、谷組鉄道の備品についても2016年までにプラレール遊び場に置き換わっている。また、2階について開業当初は写真パネル展示のみであったが、2015年8月以降はジオラマスペースになり、 土日休日のみの開放となっているが、2017年度は申し込みのない一般公開については、年度途中から2018年3月30日まで閉館となっている。2015年3月12日から2016年2月27日の期間には、美濃駅からも510系512号を貸し出し設置された。これに伴い、も512号の紹介も、 写真の通りにされている。2014年10月撮影文2017年5月、撮影文、ハット AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、139ページ。 ISBN4 から794207964。ABCDEFG、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。ISBN4 から876700974。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年。 19ページ。ISBN978 から48億7797万963。地方鉄道運輸開始。官九1926年4月13日。大島一郎。谷組戦争の歴史トレイル。岐阜新聞社。2005年。46ページ。ISBN978 から48億7797万963。 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、54ページ。ISBN 978から48億7797万963。地方鉄道運輸開始、官報1928年12月27日。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、253ページ。 ISBN 978から48億7797万 963AB 今尾啓介日本鉄道旅行地図帳7東海新庁舎2008年52から53ページ ISBN 978から4から10から79万25から 8AB 黒のレールパーク完成しました大野町 2014年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月11日閲覧。ABC 川島慶像。全国鉄道事情大研究名古屋北部。岐阜編1。創始者。1997年。143ページ。ISBN4 から794207964。名古屋鉄道株式会社。この駅この街沿線散歩。 名鉄百駅名古屋鉄道広報宣伝部、1986年、107ページ。宮脇俊三、原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年、ISBN978 から40億9395万4112、施設のご案内ウェイバックマシンジオラマ黒野駅、レールパーク、黒野駅に、 名鉄電車が帰ってきた。大野町。2015年9月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年7月7日閲覧。赤い電車お別れ会。黒野駅、レールパーク。2016年2月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日閲覧。赤白電車黒野駅、レールパーク、ギフバス路線。 黒野八万町バス停、下方バス停に上屋について、大野町役場制作財政課、2015年1月15日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年5月17日閲覧、岐阜バス路線、新生オーナー乗船の延長について、大野町役場制作財政課、2015年1月7日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2017年5月17日閲覧。デマンドタクシー停留所。大野町役場制作財政課。2017年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月17日閲覧。大野デマンドタクシー。あいのりくんの自宅前登録申請について。大野町役場制作財政課。大野町。 2017年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年5月17日閲覧大野町の認定で利用可能ありがとうございます